ラーメン、私ラーメン大好きで週4回ぐらい食べる、もうどのジャンルのラーメンも好きなんですけど、これラーメン甘つばめさんなんですけど、基本醤油ラーメンがベースですね。これ例えばもう麺とスープを味わえみたいな、食べてみたい。こっち道の先には金沢工業大学もあって学生たちも通る道沿いに甘つばめさん、白に赤のロゴが特徴的ですね。お邪魔しましょう。こんにちは。すごいカウンター席もありますし、お隣にはテーブル席もあります。全部で8種類のラーメンがあって迷いますよね。ただなんかすごい俺を食べろって言わんばかりに主張してくるラーメンがここに店内ずらーっと貼ってあるんですけど、燻製鴨ネギワンタン麺、いや限定に弱いんですよね。これにしようかな。お待たせしました、燻製鴨ネギワンタン。ありがとうございます。ちょっともう見た目からしても映えてるんですよね。醤油ベースのスープ透き通ってるんですよ。すごく綺麗で、麺も綺麗に並んでるんですよ。ネギの香ばしい香りとこの燻製の香りがまたマッチして、じゃあまずはスープから。うわうわ、ネギのいい香り、すごい油浮いてたけど全然しつこくない、スッと飲めます。これはちょっと気合い入れないと。すごく細麺でストレートなんですよね。もっちりしてるけどしっかり弾力もあって、麺とスープがよく絡む、これ油の効果かな。そしてやっぱり鴨、焼きネギと一緒にいっちゃおう。すごい柔らかい、とろけるって表現使っていいのかなって思うぐらい、外側パリッと焼いてるんですけど中の柔らかいジューシーな感じ、鴨とこの太ネギの相性最高。鴨って今が一番美味しいですか？秋から冬にかけて脂を蓄え始めるので今が一番美味しい時期かなと思います。ワンタン、自家製ワンタン大きくないですか？ここに来てエビ、またエビの旨味が、あ、椎茸だ。うわぁ、また違った旨味が出てきてラーメンに深みが増しました。期間限定、今の間に食べるべきですよ。